E-330&ZDED50 から 200mm2.8 から 3.5SWD オリンパス E-330 はオリンパス製のオリンパス E システムのデジタル一眼レフカメラフォーサーズシステムを採用している E-330 はペンタブの出っ張りを排した E-300 のデザインを踏襲しつつある程度の小型軽量化を実現した 事実上の E-300 の後継機である。イメージセンサーには、パナソニック製の有効750万画素のリブモス、センサーを採用し、さらに光学ファインダー経路に、コンパクトデジタルカメラ用の1、2.5型500万画素、CCD を搭載することで、レンズ交換式デジタル一眼レフとして、初めて液晶モニターによるライブビュー撮影を可能にしている。 なお、E-330 登場以後、すべてのオリンパス機でライブビュー機能が搭載されているが、ライブビューに専用 CCD を搭載することでタイムラグのない撮影を可能にしているのは、この E-330 のみである。他社製品でも同様のライブビュー専用 CCD と可動式液晶を同時に採用しているのは、ソニーの α300 シリーズ。 アルファ500シリーズのみとなっている。また、上90度、下45度に稼働する液晶モニターを利用することで、ハイアングル、ローアングルによる撮影が可能。この機種をベースとしてパナソニックから、ルミックス DMCL1 が、ライカからデジラックス3が発売された。ありがとうございます。